つはですね、購入品紹介っちゃ購入品紹介なんですが、もう完全にこれメロチの趣味の動画でございます。メロチってマイメロちゃんも大好きだけど、ちっちゃい時からセーラームーンもねすごく好きで、あ、でも前もって言っておこう、別にオタクじゃないから、この時のセーラームーンはこうでとかそういうのを詳しく知ってるかって言ったら全然知らないんだけど、まあ、単純に可愛くて好きぐらいな感じでずっとセーラームーンは好きで、その中でもコスメだったりとか文房具だったりとか可愛いなと思ったら見つけて買い込んでるんだけど、ここ最近結構プレミアムバンダイでセーラームーンのコンパクトだったりっていうのが発売されてて、それがね届いたので、そちらを開封していきたいなと思います。いや、メロチは永遠の18歳なんだけど、まあ、きっと、まあ、似たような永遠の18歳世代が、メロチの親戚ちゃんにもね、いっぱいいると思うんで、あ、懐かしいとか、可愛いって思いながらね、なんか一緒に見ていただけたらいいかなと思います。今日メロチはセーラーチビムーンちゃん風にしてるんだけど、うちの可愛い可愛いね、おもちゃんはセーラームーンちゃん風にしてるんだけど、すっごい今ね、バーッと見てるんだ。なあ、おもちゃん。おもちゃん。おもちゃん、セーラームーンちゃんやんな、今日。ああ、かわいい、うちのセーラームーン。おもちゃん。おもちゃん。ああ、かわいい、うちのセーラームーン。コスプレしたんだよね。コスプレ。かわいいね。あ、ちなみに今、メロチが持ってたこれは、もうちょっと前に買ったやつなんで、これはもうちょっと紹介は省きます。かわいくない？マジで。なんかさ、セーラームーンってさ、セーラームーン、セーラームーン R、セーラームーンスーパーズ、いろいろあってさ、その世代によってさ、こういうさ、変身コンパクトだったりさ、ムーンロットみたいなのが違ったりするじゃん。難しいよね。え、これいつの時代のやつやっけみたいな。セーラームーンクリスタルだっけ？なんか漫画もさ、新たにリニューアルされた時、メロチ全部ね、買い揃えたりしたんだけど、読んでないけどね。なんか、満足みたいな部分ない？集めて満足。ちょっと収集癖あるからさ。なんで、めちゃこういう感じで、もう箱にしまって保管しとくタイプです。ということでね、じゃあまずは、こちらでございます。じゃーん。プロプリカコズミックハートコンパクトブリリアントコローエディション。お値段がね、8800円でございます。だいたいね、プレミアムバンダイって前もって予約して何ヶ月か後に届くみたいな感じだから、これもね、2月ぐらいにやっと届いたやつかな。で、このさ、メッツあんまよくわかんないんだけど、プロプリカっていうものかな。プロプリカっていうとこは結構こうやってね、忠実にね、なんか再現して、これも多分プロプリカ前買ったやつね、結構忠実に再現されてるから、大人なメロチでもなんか懐かしいし、なんかね楽しい。かわいい。これさ、あの普通にさ、お部屋とかにもさ飾れるように台がね一緒になって入ってます。めっちゃ可愛くない？美少女セーラームーン S に登場するセーラームーンの変身アイテム、コズミックハートコンパクト。これはね、1分の1サイズを再現されてるみたい。しかも、これ蓋取れるらしいよ。ムーンプリズムパワーメイクアップってさ、なんかこれ取れるじゃん、蓋のとこが。確か。かわよ。でね、ここがね、多分光るんよ。なんかボタンがポチポチできるのが、こっちもこっちもポチポチできる。蓋どうやって取んの？怖くね？怖いから説明しようも。どうやってそのまま抜けんのかな。あ、抜けた、抜けるわ。ほんでこれの代わりにこの子を入れるみたいな。すごくない？すごい忠実に再現されてる。かわいい。細かいとこまでさ、しっかりさ、なんか凝って作ってあるからいいね。ここに、あ、電池がすでに入ってる。この瞬間がたまんない。この瞬間が、いくわよ。かわいい。ここはなんかサウンドなのかな。モードセレクトスイッチらしい。これはなんか単押しとか長押しとかいろいろ書いてあるけど、ちょっとよくわかんないけど、いろいろサウンドが流れます。これいつさ遊ぶのって聞かれたら、それはちょっと答えられないんやけど。単純にやって、あ、かわいいってなるだけなんやけど。
え、セーラームーンのさ、変身コンパクトとかさ、敵と戦うロットみたいなやつ、あれ可愛くない？メロチね、まだ届いてないんだけど、3月に届くんだけどね、あのロットもね、予約してあるの。だからロットも届くの待ちしてる。え、いる？うちの親戚ちゃんにセーラームーン好きな人同士いる？続きまして、ね、一緒に届いたやつがあって、じゃーん、こちらとこちら、変身ブローチと、こっちがムーンスティック。え、どっちから開けようかな。じゃ、このノリで変身ブローチから開けようかな。これは、ちょっとなんか、ちっちゃい。こっちが初代かな。あ、かわいい。これはね、ミラクルシャイニーシリーズらしいよ。これと、この子。光り方にこだわった特別デザインのアイテムシリーズ。作品の中でも印象的かつ重要な変身シーンや、自発動時の幻想的なイメージを光で表現することをコンセプトにしてるらしい。え？ほんまや。ここにルナがおる。ここ、これルナ。この辺は変身シーンを思わさせるリボンの造形やって。すごい、かわいい。開く？あ、開いちゃった。これも。あー！ほんで、これは、ここを押すと光るんじゃなくって、この裏のハートのボタンを押すと光るみたい。ここ。あー、かわいい。こんな感じ。これは音が鳴らへんやつやから、光るだけやな。これと同じシリーズで。こちらは美少女戦士セーラームーンミラクルシャイニーシリーズムーンスティック。あー、めっちゃかわいい。見て、これ絶対初代やろ。これ絶対初代のセーラームーンのさ、戦う時のやつやろ。ムーンスティックは。メルジな、ちっちゃい時にこれのな、子供が持つようなガチのおもちゃあるやん。あれ持っとったよ。セーラームーン好きすぎて買ってもらった気がする。あ、これもね、見にくいんやけど、ここにルナがおって、持ちやすく飾りやすいサイズ感。3つの LED の光が神秘的に交わるやって、いくよ。光らすよ。かわいい。これはここ、ここにボタンがある。かわいい。確かにすごい持ちやすい。見て、セーラームーン、どう？いや、ブローチもかわいいけど、やっぱスティックもかわいいな。ブローチとかスティックとかあるけど、ティアラってあんまなくない？ティアラのおもちゃ。ティアラのおもちゃ欲しくない？そしてね、ラスト、ミラクルロマンスシャイニングムーンパウダー2023リミテッドエディション15,000円。これが一番新しく届いたやつかな。めっちゃ可愛いやん。キラッキラ。これはね、なんとシリーズ5作目になるシャイニングムーンパウダー2023リミテッドエディション。中央の石にはキュービックジルコニアを使用。ゴールドメッキとともに上品に輝き、内側からホログラムのきらめきが覗きます。コンパクトの内側にはセーラー5戦士の守護星マークをデザイン。あ、こういう感じや。で、鏡がついとると。パウダーには肌なじみしやすく補正効果もあるヌードカラーフィニッシュパウダーを採用。コンパクト開くたび、ほのかなバラの香り。マジ？ちょっと、鼻今詰まっとって、全然、匂いがしやんけど、バラの香りがするらしい。かわいい。これはパウダーやから、光ったりとか、音が鳴ったりっていうのはね、ないみたいです。あと一応これパウダーなんで一緒にパフがね、入ってます。めっちゃ可愛いな。なんかこれとはまた違った感じ。同じ世代のやつを再現しとるんやろうけど。可愛い。今回はね、4種類のね、セーラームーンのアイテムを紹介してみました。可愛い。最高。でも、やつはね、セーラームーンは、チビムーンが一番好きです。そしてセーラームーンをリアルタイムで見とった時はネプチューンが好きでした。はい、って感じで今回はプレミアムバンダイでの購入品かっこセーラームーングッズのご紹介でした。セーラームーン行くよ。ということで、よかったらチャンネル登録と